今日はですね、こちらの、コルバーさんからね、3点送っていただきましたので、こちらね、見ていきたいと思います。はい。でまずはね、ライト本体ですね。はい。まあ、こちらがあるっていう部分と、であとはですね、バッテリーグリップになるのかな。はい。まあ、こちらと、はい。でこちらがね、まあ、ソフトボックスになるかと思います。はい。まあ、それぞれね、見ていきたいと思います。でまずはですね、こちら本体ですね。はい。まあ、見ていきますと、はい。まあ、何やらね、ちょっとあの見覚えのあるような、形状ですよね。はい。まあ、これがね、本体という形になっております。はい。まあ、コルバーということでね。はい。まあ、見た目的にもね、デザイン的にもまあいいんじゃないかなって思います。はい。まあ、本体があるっていう部分と、まあ、あとはね、電源ケーブルですね。はい。まあ、DC 電源になりますね。まあ、コンセントから直接ね、電源を、供給する場合はこちらをね、使うよということになるかと思います。はい。リフレクターですね。で、リフレクターに被せる、はい。まあ、このシリコンでできているね、ものになりますね。はい。まあ、これが、まあ、セットになっているよという形になっています。はい。で、まあ、単純に、まあ、これを、よいしょ。はい。外して、で、これのね、まあ、特徴的には、剥き出しになってないという形ですよね。まあ、ここに1枚ね、ガラスが入っているという感じになっています。はい。で、まあ、似たようなね、形状がこちらですよね。はい。まあ、ジウンさんの、この X100 ですね。はい。が、まあ、あるんですけど、まあ、ほぼほぼね、似た感じにはなります。ただ、このね、ライトの、このね、受光部の部分がですね、全然ね、まあ、大きさと、まあ、保護のね、仕方が違うんじゃないかなって思います。はい。まあ、このあたりでのね、違いが出てくるというところですよね。はい。で、まあ、一応ね、スペック比較するとですね、こんな感じになっております。はい。で、まあ、どちらかというとですね、この CRI が、こっちの方がね、優れているという形になるんで、まあ、色温度のところでね、いきますと、こっちの方が信用度が高いんじゃないかなというふうに思います。はい。で、あとですね、特徴的なのが、ここにですね、NFC がついてます。はい。まあ、なので、ここでスマホをね、かざすとですね、NFC で、アプリをね、立ち上げることができるという形になってるんで、まあ、手軽にね、スマートフォンで、まあ、操作するという時もですね、この本体にスマホをね、当ててあげるだけで、そういった、アプリが立ち上がってくるよという感じになるかと思います。はい。いいですね。はい。で、まあ、これに、まあ、このね、リフレクターをまあ、はめてあげるということで、まあ、これね、まあ、独自規格には、なっているかと思うんですけど、まあ、これがね、セットになっているというところはとてもね、ありがたいかなって思います。はい。で、まあ、これね、送ってもらった時にですね、まあ、このままじゃ、コンセントでね、使うのはちょっと違うんじゃないかなというところで、一回ね、コルバーさんに連絡を入れました。はい。まあ、なので、このね、バッテリーグリップとですね、このソフトボックスも送ってもらったよという感じになります。はい。で、こっちも、まあ、独自規格になるかとは思うんですけど、このね、ソフトボックスが、まあ、ありまして、はい。まずはですね、こちらの、コルバー CP30 ということでね、まあ、こういったあのカバンがついているという感じですね。はい。で、このね、ソフトボックス本体になります。結構ね、コンパクトに、畳めるようになっていて、とてもね、いいんじゃないかなって思います。はい。で、あと、ハニカムグリッドがね、ついてるという形になるかと思います。はい。で、まあ、これもね、ついているということで、まあ、一通りね、必要なものは、まあ、これでね、揃ってくるんじゃないかなって思います。もう一つね、まあ、持ち運びで使う方がいいんじゃないかなっていうところで、まあ、このね、バッテリーグリップ、はい、送ってもらったんですけど、こちらはね、PG99 というね、モデルになっております。はい。で、これ見ていきますと、
はい、まあ、この D タップにね、対応しているというところがとてもね、特徴的かなって思います。はい、まあ、これも使えるのはね、ありがたいですよね。はい、であと、このタイプ C とタイプ C のね、ケーブルですね。タイプ C to C ですね。はい、のケーブルがあるという感じになります。まあ、ライトスタンドにね、つけるためのものになっているかと思いますね。はい、まあ、これもついているという感じですね。で、これが、まあ、あのバッテリーグリップ本体ということで、おー、なかなかかっこいいですね。はい。で、見ていくとですね、こちらに、コルバー、PG99 というふうに、ね、書かれております。はい。で、まあ、PD100W までね、対応しているということなので、まあ、このね、バッテリーグリップであれば、しっかり 100% のね、まあ、ライトを使うことができるんじゃないかなって思います。はい。まあ、このね、D タップもついているという感じで、まあ、インジケーター。はい。で、ここにね、三脚ネジがあるので、まあ、ここに、まあ、これをね、つないでいくという感じになるかと思いますね。まあ、本体に、こういう形でね、ネジが、ここの2箇所と、こちらね、横にも、ついているんで、まあ、縦長でね、使うっていうのもありかもしれないですね。はい。うん。まあ、こういう感じで、まあ、使うのもありなんじゃないかなというところです。はい。もういいね。これ、だから他の機材にもね、使えるかもしれないですね。うん。うん。はい、つきますね。おー、いいね。いい感じ、いい感じ。うん。で、バッテリーも満充電されてたっぽいですね。はい。まあ、こういう形になりますね。はい。で、あとは、まあ、これじゃなくて、はい。ケーブルでもね、ちょっと試してみましょうか。で、このまま電源入れるという感じですね。あ、これもね、いけますね。おー、素晴らしいですね。はい。ではですね、まあ今ね、充電してますので、まずね、こちら本体をね、見ていきたいなと思います。はい。で、先ほどね、お見せした通り、まあこういう形に、ね、なってるという感じですね。結構、まあボディは、プラスチック感が、強い、ものになってますね。で、ブラックのスケルトンという感じのね、デザインという感じになってます。で、ここは、まあ、一応ね、ガラスが入ってるんで、手が当たるのはあんまり良くないかもしれないんですけど、まあそんなにね、直接触るっていうことは、まあなくなるかなというふうに思いますね。はい。で、あとこっちが、ファンになっているよという形になりますね。で、あとは、まあ端子がね、まあ3つついてるという感じになりますね。はい。で、あと、まあこちら側ですね、ここに、まあこのね、ダイヤルボタンがあって押し込みもねできるようになってます。で、サイドに電源ボタン、はい、があるっていうのと、はい、あとここにもねそれ何かしら、ボタンのようなものがあります。はい。で、ここにも、ダイヤルでね操作できるようになっているという部分と、ここにもね上部のところにも、ボタンがあるよという感じになります。はい。で、電源の方なんですけど、このね、DC 電源、はい、が、まあ、これもね、結構しっかりしていて、こうやってね、ぶら下げられるように、はい、ワイヤーもね、ついてるという感じになりますね。結構これもね、ありがたいですね。こちらのね、コンセントはちゃんと、日本のね、プラグになってますね。で、ジウンの、タイプはですね、まあ、三極タイプ。になっているので、まあ、このあたりはね、コルボーさんの方が、はい、まあ、日本のね、コンセントに直接ね、つなげられるよという感じになります。はい。これはありがたいですね。まあ、ここに、差し込み口があるんで、こういう感じに、ね、なりますね。で、まあ、一応これつけときましょうか。はい。はい。これで、まあ、つくよという感じになります。よし。で、で、使い方はですね、電源こちらにあります。はい。で、今 61%。はい。まあ、100% まですると、
まあ、ここまでね、明るくなるよという感じになります。で、あとね、この横のボタンを押していけば、0、25、50、75、100という感じで、25刻みでね、まあ、操作することができるという感じになります。はい。で、あとは、ここね、ここのダイヤル、ここのダイヤルで、まあ、この0から100までね、まあ、1% ずつで、操作できるという感じになりますね。はい。いいね。この辺は操作しやすいですね。はい。で、あとは、ここにね、ボタンがあるので、ちょっと押してみましょうか。アプリのね、Wi-Fi のマークが切り替わっていく感じですね。今、通常の状態ですね。はい。で、押すと 2.4。で、APP、はい、Wi-Fi のマークに、ね、なってます。はい。で、これで多分ね、アプリにつながるんじゃないかな、おそらく。で、あと、ここが、色温度ですね。このボタンを押し込むと、順番に色温度が変わっていく。2700、3200、4300、5600、6500という感じの循環になっていますね。で、もちろんこのね、ダイヤルで、100単位で操作できるよという形になっています。ちょっとアプリをね、ちょっとやってみましょうか。で、まあ、ここにね、NFC がありますので、ここにね、こうピュッと、当ててみるとですね、はい、来ましたね。で、これで開くというふうにすれば、まあ、このね、このライトの、アプリがね、勝手に立ち上がってきます。はい。で、そうすると、ここでね、操作できるようになるよという感じになりますね。はい。ライトのね、コントロールも、アプリでできるという感じになります。はい。で、もちろんね、色温度も、まあ、変えられるよという感じになりますね。あと、エフェクトもね、あるみたいで、まあ、いろいろと、こうね、再生すればファイヤーとか、電球かな。はい。で、まあ、テレビになったりとか、まあ、いろいろと、ありますね。まあ、でも、使わないけどね、ほとんどね。はい。ですね。まあ、あとは、グループとかもね、できるので、まあ、それでいくと、まあ、スタジオ撮影とかね、そういった時にも、まあ、使えるんじゃないかなって思います。まあ、やっぱりね、この NFC がついているっていうところは、まあ、非常にね、まあ、魅力的なポイントかなって思います。はい。じゃあね、今度グリッドつけてみたいと思います。よいしょ。まあ、こんな感じね、セットになってて、これ、畳まれてる、この、薄っぺらくなるのをね、カバンにね、しまいやすいですよね。はい。で、こう、これで、グリッドになるよという感じになります。お、いいね。お、めちゃくちゃいいじゃん。はい。で、あとはね、やっぱり、ね、グリップがあれば、まあ、こうやってね、コンセントつなぐ必要はないので、まあ、それでいくとね、とても、まあ、特にね、外でのロケとか、はい。まあ、そういったところで、使いやすいんじゃないかなって思います。このね、バッテリーグリップについては、ちゃんとね、100% のね、出力ができます。ただ、モバイルバッテリーを使った時にですね、やっぱり出力が足りなくって、100% のね、明るさまでは、つかなかったです。はい。まあ、なのでね、まあ、そういったところの、まあ、違いがありますので、まあ、できたら、まあ、このね、バッテリーグリップがある方が、いいんじゃないかなって思いました。後ろのね、ライトで使うんであれば、ね、これ 1% にしてこれなんですよね。まあまあ明るいですよね。はい。まあどのメーカーさんもね、そうなんですけど、この明るさですね。1% にしてもっとね、暗くしてもらえたらなって思うんですけど、まあどのメーカーさんも、同じですね。はい。ちょっと明るすぎます。はい。まあなので、その辺ね、もう少し、調整できるように、まあ、してもらえたらなって思います。まあ、これは本当にコルバーさんにね、限らずのところにはなるんですけど、まあ、そんな感じですね。はい。でね、実際、このね、コルバーさんの W100 を使ってみてのね、感想の方をお伝えしていきたいと思いますけど、で、まずですね、私が思っていたのが、まあ、こういった、
はい。まあ、こういったね、まあ、形状であればですね、まあ、やっぱり、外ロケで使いたいなと、まあ、思うので、まあ、それでいくと、今回のね、このセット内容は、コンセント接続の DC 電源を、まあ、メインに入っていたので、まあ、そのね、セット内容がちょっと、まあ、微妙かなって思いました。はい。まあ、なので、まあ、私からね、お問い合わせをして、まあ、こういった商品であれば、やっぱりね、バッテリーグリップは必須なんじゃないかなというところで、送ってもらいました。で、あとですね、私が思ってるところでいきますと、まあ、物はとてもいいと思います。ただですね、やっぱり、このマウント部分ですね。はい。防炎スマウントの、まあ、フルのタイプですね。そちらに対応してないというところが、まあ、ちょっとね、ネックです。はい。一応、まあ、ミニ防炎スっていうんですかね。まあ、一応ね、まあ、企画あるみたいなんですけど、なかなかそういった、ミニ防炎スの方は、売られてないので、まあ、それでいくと、まあ、通常のね、サイドの防炎スマウントに、対応してくれたらなって思いました。まあ、なので、まあ、独自のね、専用で、まあ、こういったソフトボックスだとか、まあ、付属でね、入っていた、まあ、リフレクターだとか、はい。まあ、そういった使い方になってくるんで、そうであるのであれば、やっぱりね、こういった、このね、バッテリーグリップをベースにした、商品展開をね、してもらえたらなっていうのが、私のね、素直な感想です。で、まあ、あとですね、まあ、やっぱりジウンさんの、X100 とね、モーラス X100 とね、比べてみてのお話でいきますと、先ほどもね、言いました通り、やっぱね、防炎スマウントに対応してないっていう変換がね、ないっていうところがちょっとね、まあ、一つ困りものかなって思います。で、逆に、このね、W100 の、まあ、メリットとしてはですね、NFC がついているという部分とですね、あとは、この、色温度についてはですね、こっちのコルバーさんの方が、正しいかなって思います。結構ね、ジウンの、X100 については、今こっちジウンのね、ライトを使ってますけど、同じね、色温度にしていても、モーラス X100 の方が若干ね、色違うんですよ。でそこがすごくね、気になっていて、まあその辺の CRI のね、まあ数値の違いだとか、はい、その辺の、まあその品質というか、まあその辺の、ね、差があるかなっていうふうに思ってます。はい。まあそれでいくと、こちらのね、W100 の方が、まあその辺は安心して使えるんじゃないかなって思いました。まあなので、まあ個人的に、まあおすすめするとしたらですね、やっぱり、まあ外ロケ用で使うっていうのが、まあ一つ、まあ大きいかなと思います。で、あとは、メインライトではなくって、やっぱりね、フィルライト的な使い方、はい、まあサブでこっちのね、横から照らしているような、まあ使い方の、まああのライトかなというふうにね、思いますので、そんな感じでね、ライトを探しているということであれば、サブ用のね、ライトとしては、まあ非常にね、いいんじゃないかなって思いました。はい。ということでね、まぁ、こんな感じで、まぁ、デザイン的には結構私はね、気に入っていて、まぁ、このね、バッテリーグリップも非常にね、かっこいいかなって思います。はい。で、まぁ、この辺の、まぁ、スケルトンの部分もそうですし、で、結構ね、音は、まぁ、静かだと思います。はい。まぁ、ほぼほぼ、まぁ、気にならないかなっていう感じになってるんで、まあそういったところはとてもね、いいかなと思います。で、あとはですね、ここの調整はね、まあすごくね、この辺のダイヤル部分だとかはしやすいですね。まあこの辺はジウンさんよりも、まあこのね、W100 の方が、使いやすいかなって思います。まあ色温度の変更だとか、はい。まあその明るさのね、コントロールにおいても、まあすごくね、使いやすいと思います。はい。まあ、ざっとね、それぐらいの差なんですけど、まあ、アプリでのね、使いやすさも、まあ、あるかと思いますし、まあ、どう使うかに、まあ、よりますよね。はい。まあ、でも、こういう感じで、アシスタントさんね、持ってもらうだとかは、まあ、非常にね、使いやすいかなって思います。あと、これをバラして、まあ、カバンに入れてとか、はい。まあ、持ち運びもね、とてもしやすいとは思いますので、まあ、その辺はありかなって思いますね。はい。で、これ、ね、自立するっていうところもね、とてもいいですね。はい。まあ、なので、まあ、こういうふうに、はい。まあ、当ててもいいとは思いますし、まあ、インタビュー動画とかね、そういった時に、女性をね、こう、女性の肌をね、綺麗に照らすっていうところも、まあ、使えるんじゃないかなって思います。はい。まあ、ざっとね、そんなところですかね。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回以降の動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよならー。